はいどうもこんにちは、もともと TV の元デイです。ということで今回はですね、ペンテルから出てるこちらグラフペンシルの PG5 を紹介していきたいなと思います。このシャーペンもね、何回かもともと TV の動画には登場してたんですけども、これだけでね紹介するってことがなかったんで、まあ今回はねささっと紹介していければなと思います。まず軽く詳細なんですけども、ここにね5ってある通り神経は 0.5 ミリになります。長さが 14.7 ミリということで、まあ一般的なシャーペンとほぼ長さは一緒かなと思います。重量は 9.5 グラムということでめちゃめちゃ軽いです。本体価格は800円プラス税になります。まずねこちらの PG5 発売がなんと1972年発売ということで、めちゃめちゃね昔ながらの、ちょっとこのね、デザインもちょっとレトロ感のあるような感じで、1972年から長年売られ続けている、愛され続けているシャーペンとなります。ちょっとねそのデザインもすごい特徴的で、ノック部分がまずね押すところがすごく細い感じになってます。でここには高度表示窓があります。なかなかね普通のシャーペンとかはこの辺にあったりするんですけども、結構上のこのノック部分についてるという独特なデザインとなってます。でここにはペンテルのロゴ入りのクリップ、そして本体ですね、グリップがねこんな感じで細かな溝があって、これがね滑り止めになってくれます。こうずっと使ってきてね手汗とかが出てくると若干滑りやすくなってます。口金はこんな感じです。先端もねガイドパイプが長いので書いてる時にね見やすくなっています。さっき重さがね 9.5 グラムって言ったんですけども、10グラムもないシャーペンということでめちゃめちゃ軽いんですよね。なので全然長時間筆記しても疲れにくくなっています。長時間筆記に向いているシャーペンとなります。ノック感はねちょっとガシッガシッと少し重め、ちょっと固めになってます。それではこちらの PG5 実際に使っていきたいなと思います。ノックはね3回ぐらいがちょうどいいかなと思います。本体が非常に軽いので滑らかにねささっと書くことができます。ここのクリップ部分がねちょっと当たったりして痛いんですけども、まあ取り外すこともできます。本体がすごく細いので細軸が好きっていう方にはおすすめとなります。はい、ということで今回紹介しましたペンテルから出てます PG5、 ちょっと独特なデザインでね、ちょっと最初は抵抗あると思うんですけども、使っていくとねすごい愛着心の湧いてくるシャーペンかなと思います。細軸が好きな方、軽いシャーペンが好きっていう方はぜひチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではねまた次回のもともと TV でお会いしましょう。